愛媛 CATV、 愛媛のお得な情報満載、大人ライフマガジンお得。県美術館本館2階特別展示室で第111回日本水彩松山展と第60回記念愛媛水彩展が開かれています。日本水彩松山展は四国で唯一松山市で開かれている巡回展です。今年6月に東京都美術館に出品された作品の中から水彩画界理事長賞をはじめとする受賞作品などおよそ60点が展示されています。会場内で同時開催されている第60回記念愛媛水彩展は日本水彩画界愛媛支部会員による作品の24点が並んでいます。また今年度の日本水彩展で入選した10点が展示され1年間の集大成を披露する場となっています。今年はですね、会場はちょっと従来よりも狭くなってしまったんですけども、本展の作品、優秀な作品60点をですね、展示することができましたし、私どもの会員の作品もですね、商品に限定することにはなったんですけども、こうやって開催にこぎつけられたのはとても良かったと考えております。5日間しかありませんが、ケーブルテレビ見られた方はですね、ぜひとも愛媛県美術館まで、足を運んでいただきたいと思います。この展覧会は9月29日まで県美術館本館2階特別展示室で開催されています。